きとチーとみさきです。よろしくウィッシュ。おお、やっぱり決まる。はい、ということでね、今回は企画が先に撮ってしまって、その後にですね、この今こうやって撮ってるわけですね。なんでもう企画は今終わってる状態で撮らせていただいてるんですけど、オープニングを撮っていなかったのでオープニングを今撮りたいと思って回しております。はい、はい。まあ、どういうことかと言いますと、普段だいたいテーマを決めながらいろんなことをやったりするんですけど、今回4月にまた桜路上で福島の方に行ったんですけども、この福島の路上の時に、その福島の魅力だけじゃなくて今後の山をね、楽園を建てようとかさ、そういった話があったと思うんだけども、ちょっと今回回ったこの福島がめちゃめちゃいい場所で、これちょっと猿の楽園、こういうの、こういうとこで建てたいなって思って、企画を考えずに回した映像が今から流れるものでございます。福島のリンゴ農家さんにお邪魔させていただいて、福島のそのリンゴのその現状であったりとか、その後の展開だったりっていうのを今回お届けできればいいなと思いますので、皆様楽しみに見ていただければと思います。はい、じゃあそれでは見てください。福島のリンゴ園に行ってみた。はい、本日お邪魔しているのは、民宿マルエさんですね。紹介したリンゴジュースですね実際作ってるところを見させていただきます。リンゴ畑とかね、リンゴ農園か、畑じゃないですね。花がついてる、これはこの白いの違うよね。リンゴですよね。スモモ。スモモ。あ、スモモなんだこれ。スモモも綺麗な花咲くんですね。これもにリンゴのつぼみありますね。例年に比べると早いんですか？あ、早いんですか？リンゴの花って5つ咲くんだよ。4個か5個咲くんだよ。あ、本当だ。はい。これ、今度は咲いて。だって中心の花を残して。一番出るやつ。あ、取っちゃうんですかこれ？適かってじゃあ小枝なんだけども、その仕事が大変。ああ、それやらないと大きくなら大きくならない。それがまた剪定とは別なんですか？剪定は今終わっちまって、剪定とは違う。テシカっていう仕事。テシカ。テシカ。テシカって言うんだこれ。これを一個一個。全部一個一個。この今これあるじゃないですか。これ一つ、これ一個だけ残して、これ上あるじゃないですか。また一個だけ残してってやるんですか？最後になったらこれも取っちゃう。だからこの枝ね、ここから本当は枝付きになんないの。はい。水付きになんないの。はいはい。で、ここからこの辺で1個くらいです。え、じゃあこれ全部取っちゃうってことですか？もう。最後は取っちゃう。3回から4回や。じゃあこれ1個のこの木に、リンゴの木に何個ぐらい付くんですか？最終的には。これで30キロから40キロくらいかな。数で言うと60。うん、はぁ、80個ぐらい取れるんだ、これで。この、今、リンゴの木って何株っていうか何個、何本？そう言われても分かんない。でも、100、うわ。それを手作業で全部。上にもあるとこ全部そうですか？はしごに乗って、はい。三脚倒れる。はいはい。三脚に乗って。60、70のおばさんたちが来てやった。若い人はいない。僕やりたいんですよ。お手伝いとかってさせていただいたりすることできないですか？本当ですか？いいよ。いや本当に普通にやりたいですけど、まあちょっと今繁忙期に覗いちゃってなんですけど、タイミングあとちょっとお猿さん来てやっていいですか？まあお猿さんは食べちゃうんで実際はやんないですけど。いや時期的にはいつぐらいになるんですか？あと1週間くらいさせたら5月上旬、そしたら10日頃から始まる。え、ちょっと、いや、7月までやってる。7月までやってるんですか？これ、この作業を、次の作業を7月までやってるんですか？15日間かかる。あと2回目は10日から、3回目は1週間。絶対やりたい。7月までですか？僕、7月は空いてるんですよ。7月いっぱいまで、8月前までやってるってことですか？7月ちょうど今、繁忙期を抜けて、一回お休みの期間なんですよ。多分、このリンゴがどうやって作られてるのか、過程とかも皆さん知らないので、それもなんかちょっと僕の方でこの発信できたらいいなと思って、今先ほど言った通り1個130円とかで売ってる、それ買うのが一番楽だよって言ってるんですけど、その絶対大変だろうなと思って、今話聞いてるだけでも
だからコンテナで20キロあるよね。はい。で2000ケースくらいあるな。はい。2000ケースピンでもんよってコンテナに入れて、それトラックにつけて、持ってきてトラックから下ろして、あと傘に入れて。それ5回やんね。ちょっとのコンテナ5回。5回。9月とかってなんかやっぱりありますか？みんな種類、汗種類な。9月も僕、今時間があって、9月もお邪魔してもいいですか？うちの従業員もちょっと手伝いに行きたいです、一緒に。はい。これ知りたいっていうか、こういう。従業員も含めて、今、猿回しやってるのが一人いますね。はい。若い子が一人いるんで、女の子です。でも背がちっちゃいんですよね。だからそれが大丈夫かなと思って。脚立全然大丈夫ですかね。ほんとちっちゃいんですよ、その子。気持ちの問題。ここリンゴで、あっち側は何なんですか？今畑みたいになってる。何を作られてるんですか？そのリンゴとお米と成果ですか？ビニールハウスで。あ、そうなんですか。みんなお供えしてんだよね、お墓に。はい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 。菊とか。いろんなこと。あそこのビニールハウスでもじゃあやってるってことですか？苗作ってんですか？なんでこんな広いんだろうっていうぐらい。僕エンターテインメント、お猿さんの楽園を作りたいと思ってまして、こういう大きい本当に山とかをお借りして、そうだからそれでやりたいんですよ。ここいくらだと思う？何年か前このえすごい100円だっていいんだよ。本当ですか？本当話何年だって。リンゴってこれ、一回植えるじゃないですか。これ、実がなるまでに何年ぐらいかかるんですか？ 5、6年か。これちっちゃいやつはまた植え替えたってことなんですか？あ、病気になっちゃったです。甘いやつって、産婦人のあれってもうこれなんですか？もう全部。ジュースの、美味しいやつ、全部これなんですか？いや、全然なんか違かったですよ。全く違うです。別物と思うぐらい。なんでそんな甘いんだかな。わかる。愛情で。いや、伸び比べた、あまりにも美味しかったんで、他も全部飲み比べて、他も美味しいんですけど、圧倒的に美味しくて、土壌とかはもう関係するのかな。もし、買いたいって言った人がいたら、直接、いいですか？電話して、はい。はいはい。うち、はいはい。多分知らない方が多いと思うんですよ。僕も全然知らなくて。だから。いや、知らなかったですよ、本当に。幻のリンゴなんですか？出ないから。なんかリンゴって言ったら青森とか長野っていうのがすごいなんかイメージがあったもんで、もううちはお猿さんもいるので、やっぱりお猿さんにもやっぱりいいものをあげたりとかしてるんで、もう喜んで食べますよ。もううちの子たち、あの娘たちがいるんですけど、娘もリンゴ大好きですし。東京です。はい。うちのかみさんが長野の方なんで。いやでも僕向こうで食べて、向こうのやつ食べてんですよ。だけど美味しかったですね。じゃあちょっと連絡させていただきます。お米を作られたりとか、桃だったり、いろいろ本当。でもちょっと農家さんのそのなんか現状みたいなの少し聞けて、こういうこともあるんだなとか勉強させられますね。これ自分でちょっといいですか？これ飲んでみる？すげえ冷たい。ただ下体を持っていってから、山の水ずっと出っ放し。ほら出っ放しでいいんだよ。水もかかんない。確かに水かかんないよね。水かかんない。冬は凍っちゃうから、でも出しっぱなしにするんですか？じゃあ。すごい。お金かかんないっていうのがすごいですね。またお猿さんとかって掃除をすごい頻繁にするので、匂いが出ないようになんですけど、やっぱり水道代のすごいかかるんですよ。こっちにもし移住して行ったら水道代かかんないんですか？うん、かかんない。そんなことあります？そういうところに来れば、ね、来れば、本格的に山のところを考えなきゃいけなくなるような。
猿の楽園っていうか、その本当に土地とお猿さんが見れる施設を作りたいんですよね。茨城でも考えてるんですけど、でも福島の本当良さがすごい今回行ってきて分かって、こんだけ土地があって、で高速も別にそんなに遠くないじゃないですか、変な話。だからあとはもう本当にこうやって桜がやっぱ名所に今こうやって来られるじゃないですか、全国から。もっと違うものがあると本当地域とかもあれなんだろうなと思って、この辺のこのぐらいの土地をこっちでもし例えば購入するとするとどのぐらいになるんですか？一坪100円です。東京には拠点を持ってるんですけど、その静岡とあとその茨城にちょっと拠点をまた別に置いてお猿さんの施設を建てようと思ってるんで、本当それこそこの福島すごいいい場所だなっていうのが。移住は全然ウェルカムなんですか？桜の里やってるんですよ。そのホームページかなんか載ってるんですか？後でやる。まあ、わかりました。じゃあちょっとこれ今ね、移住を募集してるみたいなんですけども、概要欄に載せさせていただきますんで、またその時にね、興味ある方はぜひとも概要欄見ていただけると。5月もちょっと長期はいられないんですけど、この2日とかそういうのって可能だったりしますか？お手伝いとか邪魔になっちゃいますかね？いいですか、来させていただいて。ちょっと許可いただいたので、これ田植えだったりとかリンゴだったりとかそういう時の様子もそのまま見させていただきます。はい、ということでエンディングも撮っていなかったのでエンディングも撮っております。はい、いかがだったでしょうか皆様。リンゴの素敵な体験をですね今回させていただく予定にちょっとなりました。実はちょっと見てないから分かんないと思うけど、見てないです私も、うん、どういう展開かというと、リンゴ農園さんに行ってリンゴの素晴らしさとか見て、いいな福島いいな、農場とかいいな、盛んなんだ、でも農場を体験とか できないですかっていう流れを全部作った、うん、今回それを踏まえてまた新たにリンゴ農園さんから許可をいただいて田植えの時期がちょっと急遽もう結構近いんだって、この5月中なんだってさ、5月中、うん、にやるっていうんで、もうめちゃめちゃスケジュール溜まってるんだけど、もう福島だけちょっとだけそこをクエッて入れさせてもらって、まずお米作りをちょっと体験したい、うん、その次に体験するのはリンゴの収穫からリンゴのその摘み取りとかそういったものをやっていきたいな。楽しいよこれをやったことによってさ、まあ、福島はここでね、どういう授業になるかは、するかわかんないんだけど、なるかわかんないんだけども、衣食住が全部、体験できるような施設を、まあ、福島に限らずね、いろんなところに、まあ、猿の楽園を作りつつ、そこで、お猿さんのご飯を作ったりとか、で、人間のご飯を、現地のものを作ったりとかして、エンターテインメントっていうのがやりたいので、そのきっかけでね、ちょっといろいろ勉強させてもらえればなと思って、今回回しました。はい。ということでね、次の動画に多分オープニングの動画を撮ったんですけど、次に実際に体験をしている動画も撮っていきたいと思っておりますので、皆様ぜひとも体験の動画を楽しみにしていただければと思います。これはまだ撮ってないから、はい、ここから撮るから、うん、これからね、はい、ちーちゃんもお願いします。はい、ということで、ちょっと農業体験楽しいなとか福島の現状ってどうなんだろうとかすごい気になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、バイバイ。